火の用心、マッチ一本火事のもと、血一発恥のもと、バッシー一本あいたた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 。呼び出しは広政でございます。皆さんこんばんは、大分の高っち親方です。さあ年の瀬ですね。2019年12月19日撮影でございます。ちょっと今日の私何でか違う、実はですねマスクをしてます。まあ、見たらわかると思いますが、なぜマスクをしているのか、実は今日奥歯を一本抜きました。いやちょっと今麻酔が効いて痛いんですが、こちら奥歯の右奥歯の8番ですね、第3、第9歯と読むのでしょうか、こちらを抜きました。ごめんなさいね、印刷比率間違えてしまったんですけども、こちらの歯を抜きました。まあ親知らずも昔あったんですけども、その隣にあった歯を今日抜くことになりました。実はですね今年の、まあ、夏に一度この歯は虫歯になって銀歯をかぶせたんですね、クラウンをかぶせたのですが、まあ実はもうその時から奥歯ひびが入ってたようです。まあそれをごまかしごまかししていた中、先日ご飯を食べた瞬間カツッと行きまして、まあ先生に見てもらったところ、冠の中もう歯が動いて、これはもう抜歯するしかない言われまして、ついに今夜抜きました。と歯医者という思い出を語りますが、3歳の頃までは私虫歯もなくて非常に良い歯だったそうです。親から聞いた話です。しかし幼稚園に入り甘いものを食べて虫歯になりました。そして銀歯を埋めました。まあ、当時幼稚園の頃は逆に銀歯を埋めるとそれが勲章だと思ってまして、銀歯埋めたんでって友達のお母さん紹介してよかったなって褒められたんですが、小学校1年生になった時気がつきました。全校発表で保健集会で言われました。保健の先生、虫歯になると銀歯を埋めなきゃいけなくなります。まあある意味レッテルと言ったら悪いですけども、歯が悪いからこそ銀歯を埋めるんだというこのカルチャーショックが未だにあるわけですよ。まあ、ちなみに幼稚園時代銀歯を埋めた後ミルキーのちとせ飴みたいなやつを舐めてたら銀歯がポロッと取れた思い出もございます。皆さんもあるんじゃないですか。小学校に入りました。小学校に入ると皆さんも経験されていると思いますが、乳歯から永久歯に歯が生まれ変わります。ですから乳歯を抜いて、まあ、永久歯が出てくるんですけども、私本当抜くのが大嫌いで、まあ、結局ですね抜くのが遅くなったんですね。すると、まあ、今口を開いて見せませんけども、結論言うと歯並びかなり悪くなりました。結局こうまっすぐこう永久歯が生えてくるのに乳歯が取らないものがこう避けて出てくるわけで、もう正直言うと私出っ歯というか引っ込み歯の方なんですけども、まあこの歯並びが悪いということでございまして、これもコンプレックスでした。やっぱ小中学校の時かなりいじられて辛かったですし、笑う時もこう歯を見せづらかったんですね。まあ社会人になってこう割と笑顔出す時にこう歯ですね出すようになったんですけども、なかなかこれがコンプレックスでした。高校の時に私入って高校入学して間もなくなんですが、大事故を起こしました。まあ歯並びは見せられませんけども、ちょっと私のここまあ刃ですね、剣歯がまだ結構前に出っ張ってるのと、唇がちょっとこうですね段差になっているというかいびつな形になっているんですが、これは事故によるものなんです。高校1年の、まあ、5月入ったばっかしですけど、まあ、私はなぜかいろいろありまして柔道部に入っておりました。で柔道部の合宿で私が、まあ、最初のアップのところで倒立しなければならなかったんですね。こうみんなこう並んで順番に倒立するときに、まあ、私はですねこの倒立しようと思って前に手をつこうとしたんですが、たまたまですね前にまだ人がいて
要はこう私がこう顔を下げようとしたら前の人のかかとがバンと私に当たってバンって、まあすごいです。あまりグロテスクなんて言いませんけども、まあ大事故になりまして、まあ相方はかかとを3針縫う、で私は唇5針縫って、そしてこのもう歯ですね、糸切り歯が、剣歯がもうずれてるんですね。まあ5時間ぐらい2つのはしご、歯医者をはしごして、結果こう直して、まあ神経が生きてるところまで、限界のところで今止めてるんですね。ですからちょっとこの刃とか唇に関してはまあいびつになってますけども、これは事故であるということで、そこはさすがにちょっといじるのは申し訳ないですが、ご遠慮いただきたいと思います。ですからまあいろいろ私も大手術を行っております。国に入りまして、ちょうど10年前2019年の12月22日大学4年生の冬ですが、実は親知らずを抜いております。今回抜いたその隣、ちょうど右奥歯のですね、親知らずがこう斜めにこう出てる、まあよくあるパターンなんですけど、斜めに出てて、その前の奥歯を圧迫しているということで親知らず抜きました。まあ地獄です。詳しくあのこう動画のコメント欄というか、ここにもう当時のブログ記事載せますけども、非常に長時間でもうかなりしんどかったです。やっぱ腫れも続きましたし、まあ、皆様も経験あると思いますが、親知らずはとにかく痛いです。そして10年後の今日12月19日、まさに10年後にほぼほぼ近いんですけども、令和最初歯を抜きました。あのですね、まあ麻酔を最初に入れます。あの空気の麻酔、空気じゃないですね、こうシュシュッと麻酔、あの注射じゃなくてシュシュッと刺す麻酔で軽くしびれさせた後、その後ですね、これが痛かったです。でっかいこう注射針かなんかの奥まで刺すんですけど、この奥に刺すのがかなり痛かったです。うわーってこう、うわーってこう、うわーってこう、夢の坂道はこの歯模様の石畳、まばゆく飛び上がるぐらい、もうこれでもかってこない先生が押すもんで、まあ、それで麻酔入れてピュッと入れて、でしばらくしてしびれが来た瞬間、先生がこう入れるわけですよ。でポッと、あ、また麻酔入れたかなと思った瞬間ですね、まあここら辺にこうなんかまるでこうコーヒーのシロップ入れたような感じの感覚が出てくるんですね。液体が入ってなんか薬かなと思って、あとまあ先生がうがいしてくださいと言われました。でその状態でうがいすると真っ赤、もう一発で抜かれました。でから今結構大きい穴が開いております。あのですね、まあ結局まあ抜いて、まあ、30分ほどこう綿を噛んで止血すれば止まるということで、でまた今回の奥歯に関しては非常にまあ薄い奥歯でメインではなかったないので、まあ見合わせしなくても自然と埋まるということです。ただしまあ今夜は、まあ食事は OK で、お風呂も OK なんですが、お酒はダメということで、お酒真っ暗というわけではございませんが、まあ幸い私あの下戸ですからお酒飲まないので大丈夫なんですが、もしこれが今日はね、あの君女はダメだよって言った瞬間は、逆に私胸にぽっかり穴があった感じです。ちょうど今家帰ったら、あのハロプロのですね、あのファンクラブからメッセージが届いてました、ありがとうございますが、ね、これダメって言われてちょっとショックですね。まあそれはさておきですね、まあこれで奥歯が一本なくなりました。今麻酔も切れかけてちょっと怖いですが、まあ薬を出してもらってます。まあ8020運動でございますね。80歳で20本歯をですね残しましょうということで、まあ通常ですと、まあそうですね、32本ですね、32本ありますが、もう1本減りましたので31本カウントダウンが始まりました。さあ80歳まで20本元の自分の歯をもね残せるか、まあ、そもそも私80歳まで生きられるかも分かりませんけども、まあ本当に歯は大事なものですから、まあ、まあ私も含めてですけども、皆様今一度ですね、歯を大切にしましょう。虫歯はかなり痛いですし、放っておくとこう神経に行ってもかなり激痛とか他のところにも影響を及ぼすそうですので、もう私自身あの、まあ、前々からですけども、まあもし何かあったらもう歯医者さんには頼るようにしています。
このまあ抜くのは本当大嫌いなんですが、もう基本的に虫歯があったらもう私は逆にもういっそのことを素直に歯医者さん行ってもドリルかなんか削っても神経取ってもいいよっていうぐらい、まあ簡単に取ってダメですけどいうぐらい逆にもういっそ歯医者さんに行くようにはしてますし、まあもちろん予防も大事ですが、もし何かあったらもうやはりプロにお願いした方がいいのかなというふうに思っております。さあそんな中、今忘れて聞いてますが、明日また消毒をしてまいります。まあ、皆様なんとか8020運動に向けて頑張りましょう。そして歯を大切にしましょう。ということで最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。まあ、拙い動画ではございますが、もしよろしければチャンネル登録、そしていいねボタンもよろしくお願いいたします。これからもまあいろんなことをご紹介していきたいと思います。まあ、YouTuber と Vlogger 目指して頑張ってまいりますので、ご声援のほどよろしくお願いいたします。それではまた。